はい、ガッチャンです。180日間で、マイナス30キロのダイエットにチャレンジしてます。で、昨日、なんと、ヘルスメーターがうちに届きました。はい。で、昨日早速測ってみたところ、110キロ切ってましたね。まあ、その様子なんかは明日、後でね、動画などで編集して、写真載っけたいと思うんですが、今日は、新潟市に来てます。私の住んでる長岡市からだいたい北に50キロぐらい離れてますかね。はい。で、まあ、他のちょっと所要はできてるんですけども、ちょっと時間があったので今のうちにダイエット動画を撮ってしまいます。でですね、いつもぴょんぴょんダイエットエクササイズをやってるところから撮ってるんですが、その前に今日はですね、スクワットを入れて、ぴょんぴょん、ダイエットして、終わりにしようかなと思うんですが、もうすでに XML と、スーパーミックスを飲んで、もう2リッターぐらい水飲んでるかな ?2 リッター以上飲んでるかもしれないね。まあ、そんなわけでやっていきます。そう、友達が目の前で見てるんでね、ちょっと恥ずかしいっちゃ恥ずかしいんですけどね。ほら、これでいけるかな?そう、あ、これでいけそうだな。よいしょ。で、詳しいやり方は、コンプライアンスの問題で言えませんが、まあ、こんな感じです。うわぁ、あ、もう筋肉痛で痛いな。多分もっと下まで出て怒られるんだろうな。近く新潟空港があるんでね、飛行機飛んでますね。10、15、これを3セットしてからピョンピョンエクササイズを、3分間やっていきますが、今日はねタイマーないので、まあ、カメラのタイマー見ながらやっていきたいと思います。はい、2回目。4、8、9、10、11、12、13、14、15。そう。で、おとといからですね、ちょっと特別メニューを作ってもらいまして、結構スパルタな、運動してますが、なんかね、筋肉痛さはあんまりないんだよね。まあ、腹筋とか痛いけど。そう。で、今日も夕方からね、夜から、特別プログラムやるんですが、そう。よし、次行こう。いくよ。4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。はい。はい。この後で、ぴょんぴょんエクササイズいきますが、何分だ ?4 分43秒。8分ぐらいまでかな。いくよ。せーの。
もうね、スクワットやった直後は足が重たい。この後、いつも通り IGTV 用に、もう3分飛ぶので、全部で6分かな。もうね、服脱ぎたいぐらい暑いかな。外は結構、息が白くならない程度に寒いけど。ここは、セブンイレブンの駐車場。今日はね、私のお腹だけしか見えないかもね。許して。スクワット入れるともう動画10分ぐらいになっちゃうから。10分は長いから、やっぱ明日からスクワット抜こうかな。時計が見えない。でも多分まだ1分ぐらい。で、7日前ですね。今日はもう7日前だね。ほぼ1週間前に体重計、新宿で乗った時、靴も履いてね、服も着てだったんですけども、だいたい115キロありました。で、昨日夜体重測った時は、109.5 だったかな。目標の、80キロまで、あと 24.5。はい。で、単純に計算した。180日で15日経過して、残りで1日何キロぐらいすればいいのかなって計算したら、0.15 ぐらい。で、目標を前倒しして、120日で計算すると、だいたい 0.24 キロぐらい。まあ、そんなわけで、まあ、目標前倒しにして、120日間で30キロ落とせたら、よくない?そう。ちょっとね、想像以上に頑張ってる自分を褒めてあげたいので、まあ、120日間ダイエットに気持ちは切り替えようかな。でも、堂々と YouTube でやっちゃうと、もうごまかしかないので、YouTube は180日間って言ってます。で、昨日のオフライブの中では、昨日のね、動画の中では、16日目って言ってましたが、今日が16日目です。どれ?あ、まだあと1分ぐらい。そう。で、いつも通り XM3 を飲んでなんですけども、そう、全身にくまなくエネルギーが回ってるみたいで、まあ、はっきり言って、1日1合ぐらいのご飯だけで十分です。まあ、昨日みたいにパン食べたくなる時もありますけどね。わ、太ももいて。そう。ぜひ皆さん今日からね、ダイエットブログを載せてます。ダイエットブログの URL も後でここに載せますね。そう、XM3 とスーパーミックス併用して、ダイエットしてる、だいたい50人ぐらいのメンバーがいるんですけど、その中で、ユーディスリーの17人ぐらいかな、7人で、リレー形式のブログを今日から発信してます。私の担当はね、多分、今日日曜日だから日曜日になるんじゃないかな。まあ、そんなわけで、後で URL 貼っとくので、皆さん、見てみてください。よし。ふぅー。あー、太ももいて。まあ、そんなわけで、はい。疲れました。はい。じゃあ、皆さん、今日、まだ朝ね、8時ぐらいですから、いい一日を過ごしてください。ガッチャンでした。